Declaro abierta la reunión número 2105 del Comité para la Eliminación de la... 女性差別撤廃委員会の2105回会議を招集いたします。今日の午後は引き続き日本国の第9回報告書についての審議を続けます。注意ですけれども、今週何度か行っておる注意ですけれども、まず録音が禁止です。録画も禁止です。写真撮影も禁止です。ですので皆様、委員会が確立した規則はお守りください。それでは続けたいと思います。それでは日本の方にマイクをお渡しいたします。フォローアップの質問が第7条第8条に関して問われました。それに対する回答をお願いいたします。また教育10、雇用11条についてもどうぞ。はい、議長ありがとうございます。それでは、まず午前中にお答えできていなかった問いについてお答えいたします。ハイダル委員から、高齢女性の意思決定への参画について、まず内閣府よりお答えをいたします。高齢者の意思決定への参画についてお答えをいたします。我が国の高齢化率は昨年2023年で約3割となっております。そうした状況におきまして、今年の9月高齢社会対策大綱を策定し、年齢に関わりなく希望に応じて活躍し続けられる The objective is to 構築の3つの基本的考え方のもと、すべての人がそれぞれの状況に応じて支える側にも支えられる側にもなれる社会を目指して各種の取り組みを進めることとしております。以上です。次にでありますけれども、東日本大震災からの復興の基本方針の基本的な考え方では、復興のあらゆる場組織に女性の参画を促進する、また子ども障害者等あらゆる人々が住みやすい共生社会を実現するとしておりまして、多様な生き方を尊重し、すべての人があらゆる場面で活躍できる男女共同参画社会の実現に向け、復興にあたっても男女共同参画の視点が必要でございます。復興庁でありますが、ではその自治体や各地で活躍する人々方々の参考となりますように、まちづくり、仕事づくり、健康づくりなどの分野に関しまして、女性が活躍している事例や被災地の女性を支援している事例などを収集しております。はい、で次でありますけれども、 WPS につきまして、等につきまして、外務省からお答えをいたします。外務省からお答えさせていただきます。外交政策における女性の参画についてご質問いただいておりました。日本では2023年6月に改定されました開発協力大綱において、ジェンダー主流化を開発協力の適正性確保のための実施上の原則の一つとして位置づけ、開発協力のあらゆる段階においてジェンダー主流化を通じたジェンダー平等および女性のエンパワーメントを推進するとしております。開発、この大綱に基づいて、開発協力に取り組んでいく考えであります。次に、フェミニスト外交についてですが、日本政府は、フェミニスト外交政策という言葉は用いていないものの、主要外交課題の一つとして、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントの促進に取り組んでいます。一例としましては、昨年 G7 の議長年を通じてですね、ジェンダーの主流化の推進に向けて、各課題に対する政策を一体的に扱うことの重要性を訴え、
結果として G7 の関係閣僚会合において幅広くジェンダー平等およびあらゆる多様性を持つ女性および女児のエンパワーメントについて議論が行われたほか、首脳コミュニケにおいてはジェンダーのパラグラフのほかにも全文、開発、食料安全保障、労働、教育、デジタル、人権、テロ、地域情勢といった幅広い文脈でジェンダーについて言及しました。これによって G7 におけるジェンダー主流化のグッドプラクティスを牽引しました。そして WPS についてもご質問ありましたが、 WPS については紛争下の女性など脆弱な立場の人々の保護に取り組みつつ、女性自身が指導的立場で紛争の予防や人道復興支援に参画することでより持続可能な平和に近づくことができるとの理念のもと力強く推進しているところでございます。2025年には、午前中にも述べました通り、ノルウェーとともに、フォーカルポイントネットワークの共同議長を務め、来年2月には東京においてこのネットワークの首都会合を行う意図を、先月9月に発表したばかりです。 WPS を意識した取り組みはかってなく重要性を増していると考えております。共同議長として和平交渉における女性の役割の拡大、防災など新しい分野への WPS 概念の適用、女性の参画をより確たるものにするための方策、そしてこうしたアイデアを具体的な行動に移すための行動計画の策定と実施の重要性などについての国際的な議論を牽引していきたいと考えています。続きまして、グベデマ委員からの教育についてのご質問に対しまして、文部科学省からお答えをいたします。それではご回答させていただきます。まず、専攻分野の性別の偏り、暫定的措置を取る予定はないかというご質問がございました。第5次男女共同参画基本計画におきましては、大学学部の理工系の学生に占める女性の割合の増加を数値目標として掲げており、これを対前年度よりも増加させるというものにしております。計画策定時の基準と直近の数値、2023年の数値を比較しますと、理工学部の学生に占める女性の割合は 17.5% から 18.1% へ上昇しているところでございます。理工分野の学生に占める女性の割合を高めるための取り組みといたしまして、理工分野の学生に占める女性の割合を高めるため、文部科学省では女子中高生の理系分野の興味関心を高める取り組みの支援、理工系分野の女子など入学者の多様性を確保する選抜の促進、大学の体制整備支援を通じた理工農系の分野に進学する女子学生への就学支援の取り組みの促進を実施しているところでございます。また、これは男女問わずでございますが、2020年4月から返還不要の給付型奨学金と授業料減免をセットで支援するという制度を開始しているところでございますが、2024年度からこの制度を少し工夫いたしまして、その対象を多子世帯や私立理工農系の学生の中間所得層に対象を拡大するということを行いました。またこれは女性に特化した取り組みでありますが、女性を意識した取り組みでございますが、2021年、10月に、大学入学者選抜における取り組みの好事例を選定する委員会を設置いたしまして、この中で複数回にわたって多様な背景を持つ学生を受け入れている大学を好事例として、発信している大学を選抜し、各大学に周知したところでございます。その中で学生を対象とした、女性を対象とした奨学金給付を含む推薦型入試を実施している大学
も選定いたしまして、このような取り組みを各大学に紹介したところでございます。大学教員の女性教員比率改善のための取り組みについてご質問がありました。大学教授への女性の登用率を上昇させるために講じている措置といたしましては、大学等の高等教育機関において多様な視点からの教育研究を充実する観点からは、女性教員が活躍できる環境が整備されることが重要です。文部科学省としては、大学に支援している補助金、交付金といったものがあり、この支援を基盤的経費として大学は経営を行っているのですけれども、その配分金額を決めるときの一つの基準といたしまして、学長、副学長および教授に占める女性比率、これを考慮しまして、その補助金の金額を増減させるという取り組みを行っております。女性教員の割合は着実に上昇しているところでありますが、今後とも各大学における男女共同参画の積極的な取り組みを引き続き促してまいりたいと考えております。それから、女性の、非常勤講師が多い、これはなぜなのか、という質問がございました。女性の非常勤講師が多い理由としましては、ライフイベントの影響にありフルタイムで働きづらいことや研究実績が、そういったことの影響で、実績が積み上げにくいということが考えられます。このため文部科学省では第5次男女共同参画基本計画も踏まえまして、研究と出産育児などのライフイベントの両立や女性研究者の研究力向上を通じたリーダーの育成を支援する取り組み、優れた若手研究者の出産育児による研究中断後に円滑に研究現場に復帰できるよう支援する取り組みを行っているところでございます。また各大学では男女共同参画の研修セミナーを行うよう通知などで働きかけるとともに、教授や大学執行部も含めた意識啓発のため各大学で男女共同参画の研修セミナーを行うよう、これは大学執行部、学長副学長あるいは教授も参加させた上でそのような研修セミナーを行うよう通知などで働きかけるとともに、運営費交付金や先ほど申し上げした補助金の基盤的経費の配分におきまして考慮しながらその補助を行っているところでございます。それから医学部にかかる女性入学に対する特別措置ということについてご質問がありました。過去に我が国においては医学部入試における女性差別という不正が明らかになったわけでございますけれども、文部科学省では2018年8月からそのようなことを受けまして、医学部医学科を置く全81大学に徹底した実地調査を行い、その中で不適切な事案または不適切である可能性が高い事案と指摘した大学以外の大学では2018年度入学者選抜が適切に行われていたことを確認しております。不適切な事案または不適切である可能性が高いと指摘した大学は10大学ございました。そのうち性別により不適切な取り扱いを行っていた大学は3大学ございました。これについては2019年5月から実施調査を含めたフォローアップ調査を実施した上で2019年度入学者選抜の改善がなされたことを確認しております。またこのような不適切な取り扱いが判明したことを踏まえまして、文部科学省に有識者会議を設置いたしまして議論をし、最終報告として合理的理由がある場合を除き性別等の属性を理由とする一律の取り扱いの際は不適切である
との考えを示したところでございます。文部科学省ではこの最終報告を踏まえ、すべての学部学科の入学者選抜の共通ルールを示したものですが、大学入学者選抜実施要項というものを改定いたしまして、合理的理由がある場合を除き、性別の属性を理由として一律に取り扱いの際を設けることなどの公正性を欠く不適切な合否判定を行わないことを明記するとともに、その周知徹底を図ることで不適切入試の再発防止に努めているところでございます。さらに医学部医学科の男女別の受験者数合格率に関しまして、2019年度から文部科学省ホームページにおいて、掲載公表していることといたしましておりまして、この取り組みを引き続き、行っていくというふうに行っていきたいと考えております。それから、母親祖母 が家族の面倒を見ると、教科書で書かれていると、教科書において、ジェンダーのことが適切に取り扱われていないのではないかというご指摘が、ございました。委員も、ご承知の通り、日本の、日本の教科書は、国が定める対抗的な、教育課程の基準である学習指導要領に基づきまして、民間の教科書発行者が創意工夫を生かして著作編集を行っており、具体的にどのような事項を挙げどのように記述するかについては、欠陥のない範囲におきまして教科書発行者の判断に委ねられており、ジェンダーについての同様の扱いでございます。ただし あくまでも学習指導要領に基づき作成しないといけないということになっておりまして、学習指導要領においては、例えばその記載をご紹介いたしますと、例えば小学校の特別活動の教科という授業につきましては、学級や学校の生活において互いの良さを見つけ、違いを尊重し仲良くしたり信頼し合ったりして生活することということが記載されておりますし、中学校の特別活動という授業には、より明確に男女相互について理解するとともに、共に協力し尊重し合い充実した生活づくりに参画することと記載しております。また、高等学校の公共という科目については教科については男女が共同して社会に参画することの重要性についても触れることとしておりますし、高等学校の家庭科におきましては、男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する、資質能力を育成するということに、しております。次に、教科書における慰安婦、民間会社が教科書発行について理解しているということですけれども、そのようなシステムで情報の正確性をどう確保しているのかというご質問がありました。教科書の情報の正確性については、教科書の案を、検定ということで をしているところでございます。この、教科書検定においては、民間会社の作った教科書の案につきまして、教科用図書検定基準という基準に基づきまして、国の審議会の学術的専門的な審議に基づいて、用語の正確性など記述の欠陥を指摘しているところでございます。そしてこの検定の基準では、教育基本法や学校教育法などに示すことに基づき検定しておりまして、
もちろんこの教育基本法や学校教育法においては男女の平等を重んずるということが明確に示されているところでございます。なお前回教科書を審査したのはいつかということでございますけれども、2022年に検定、2023年にその教科書を使用することを学校が採択し、2024年に使用が開始されておりますので、現状出回っている教科書のスケジュールについてはそのようになっております。次に教員の長時間労働、残業が支払っていないのは問題ではないかというようなご質問がございました。我が国の国内法制である法律におきましては、教師の、職務上の特殊性から、時間外勤務手当を支給せず、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして、教職調整額を支給しています。学校教師が担う業務の適正化、教育委員会における定量的な目標設定や取り組み状況の見える化などに取り組むとともに、教員定数の改善や支援スタッフの充実を通じ、教師の勤務時間の縮減に取り組んでいるところでございます。それから今回すみません、失礼しました。教員の時間数、それから、婚外子差別について教員研修で、触れられているかというようなご質問が、ありました。文部科学省においては、憲法および教育基本法の精神にのっとり、人権教育啓発推進法や同法の基本計画に基づき、学校教員および社会教育を通じて人権尊重の意識を高める人権教育を推進しております。学校教育においては人権教育の指導方法等に関する調査研究やモデル事業などを実施するとともに、人権教育の担当者が集まる会議や研修において人権教育に係る動向についての周知を行い、各学校における取り組みを推進しているところでございます。そしてこのような家族の子どもの心理的なトラウマに対する対応いかんというご質問ございましたけれども、まず学校においては多様な児童生徒がいるということに前提に、教員に指導を行うよう文部科学省としても、働きかけているところでございまして、まず学校の方で適切に対応するということ、それから、学校の教員では専門的に対応することが困難な場合は、スクールカウンセラーというような専門的なスタッフも学校に配置しているところでございますので、そのような専門家と連携しながら対応を行っていくということになっております。それからそれから包括的性教育、性の時間が3時間しか配分されていないというようなご質問もありました。日本の教科書は、先ほども申し上げた通り民間の教科書、失礼しました。各教科の授業については、標準授業時間実、標準
標準の授業実数を定めているところでございますが、性に関する指導については、さっきの答えのとおり、学校教育全体を通じて行っているものであります。すいません、LGBT に対するいじめの対応についてご質問がございました。いじめは絶対に許されないことであり、いじめにより子どもたちが深く傷つくことはあってはなりません。文部科学省としましては、この基本的な認識を学校や教育委員会、ひいては社会全体で改めて共有し、LGBT の児童生徒を含め、児童生徒をいじめの加害者にも被害者にも傍観者にもしない教育を実現することが重要であると考えております。昨年10月に文部科学省において不登校いじめ対策研究パッケージを取りまとめたところであり、その中にはいじめの早期発見に資する心の健康観察の推進、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置のさらなる充実、重大事態の国への報告を通じた実態把握分析、ガイドライン改定等による全国的対策の強化、重大事態の未然防止に向けた国の個別サポートチームの派遣による各自治体等への取り組み改善の実施等について緊急的に取り組むこととしております。まずは緊急パッケージの取り組みを迅速かつ着実に実施するとともに、子ども家庭庁などの関係省庁とも連携しながら、いじめ防止対策の改善強化をしっかりと進めてまいります。文部科学省からは以上です。文部科学省からのご説明は以上であります。このほか、グベデマ委員からは AI が先導する主導によります女性に対する暴力への対応はどうなっているのかという ご質問がありました。まず生成 AI によって容易化されうる形態といたしまして、いわゆるディープフェイクポルノがございますけれども、我が国の政府では現行の基本計画、これは従来何度も申し上げております第5次男女共同参画基本計画のことでありますが、その計画を定めました2020年時点で女性に対する暴力への対策の一つといたしまして、同意を得ずに加工された性的画像の問題に対応する必要性を認識しております。この計画においてはディープフェイクポルノの用語を用いまして、違法行為に対して厳正に対処する方針を示したところでございます。次にデシルバ委員からコース別人事についてご質問がありましたので、これは厚労省、厚生労働省からお答えをいたします。ご質問につきましてお答えいたします。コース別人事制度についてのご質問です。男女雇用機会均等法では、企業が労働者の募集や採用にあたって労働者の身長、体重、体力を要件とすること等に合理的な理由がない場合、間接差別として禁止しています。ご指摘のコース別人事とは、複数のコースを設定し労働者の雇用管理を行うものであり、それ自体が直ちに問題となるものではありません。一方、このコース別雇用管理の運用が男女雇用機会均等法に照らして問題がある場合には、企業に対して助言指導を行うなど、厚生労働省において必要な対応を行っています。なお、男女間賃金差異の背景には、地域や職場におけるアンコンシャスバイアスが要因となっているとも指摘されており、職場における啓発を図るため、女性労働者や管理職を含む男性労働者、企業経営者などを対象とするセミナーを開催し、周知啓発を進めているところです。で、次に知的障害者への雇用差別のご質問がございました。知的障害を含む障害者に対する雇用対策としては、事業主に対し常用労働者の数に対する障害者雇用率を設定し、
当該数値に相当する人数の障害者の雇用を義務付ける制度を設けており、障害者の雇用者数は着実に伸びているところです。また、ハローワークでは、知的障害の方を含めて個々の障害特性に応じたきめ細やかなマッチング支援を実施しているところです。また、障害者の雇い入れや職場定着支援を行う事業主に対する助成金の支給なども行っているところです。続きまして、先住民の方への雇用差別についてご質問がございました。先住民の女性の方々に特化した特別措置は行っていないところですが、政府としましては、先住民の女性を含めて、応募者に広く門戸を開くこと、本人の持つ適正能力に基づいた採用基準とすることを基本とする、公正な採用選考の考え方に基づき、採用選考時において、応募者から出生地や家族の状況など、本人に責任のない事項、思想信条に関わることなど、本来自由であるべき事項を把握することは、就職差別につながる恐れがあるとして、事業主に対して把握しないよう求めているところです。続きまして、男女間賃金格差に関して、公表義務の対象拡大を検討しているかというご質問がございました。こちらにつきましては、先ほどもう少し申し上げたところですけれども、現在、男女間の賃金差異については、従業員301人以上の企業を代表に公表を義務付けているところですが、義務対象を常時雇用する労働者の数が101人以上、300人以下の企業へ拡大することについて、現在、制度の施行状況を踏まえて検討しているところです。続きまして、職場でのダイバーシティトレーニングが重要というご指摘をいただきました。こちらにつきましては、2019年度に職場におけるダイバーシティ推進事業と行い、雇用の場における性的指向、ジェンダーアイデンティティに関連する困難等について、企業や当事者を含む労働者へのアンケート調査を実施し、調査結果をまとめた報告書、事例集、リーフレットを作成、公表し、幅広く企業に対し周知を行っているところです。続いて、企業に対して女性活躍促進にインセンティブを与えているかというご質問がございました。厚生労働省では、企業が女性活躍の取り組みを定めるものである行動計画の策定・届け出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に、エルボシ認定という認定を与える制度を設けております。こちらの認定のメリットとしましては、認定を受けた事業主に対し、公共調達における優遇措置を設けるとともに、2024年度からは賃上げ促進税制においてこうした認定を取得した企業に対し上乗せ措置のメリットを講じているところです。厚生労働省からは以上です。デシルバ委員からはテクノロジー分野への女性の参画についてご質問がありました。私からお答えいたします。新型コロナウイルス感染症下の女性の就労支援ですとか、女性の経済的自立、また委員ご指摘のようにデジタル分野におけるジェンダーギャップの解消のため、我が国では令和4年4月に、女性デジタル人材育成プランというものを、男女共同参画会議で決定いたしました。そのプランに基づきまして、就労に働くという意味ですが、就労に直結するデジタルスキルの習得支援およびデジタル分野への就労支援を今後3年間集中的に推進するということを定めております。
その際、例えば、デジタル分野への間口を広く取るということ、女性の参入を促進するということ、育児や介護などでフルタイムの仕事ができない女性も、柔軟な働き方でデジタル就労ができる環境を整備すること、地方公共団体や企業等に対して、周知、啓発を強力に行うことによりまして、全国各地へ官民連携の取り組みを横展開していくことなどを盛り込んだところであります。次にオンライン上での女性のハラスメントにつきまして、法務省からお答えをいたします。オンラインでの女性に対する侮辱に対する訴追の状況やその統計についてのお尋ねがございました。お尋ねの観点からは網羅的統計的に把握をしておらず、お答えすることは困難です。なお、過去3年間の侮辱罪での起訴件数は2021年に42件、2022年に43件、2023年には73件で、また過去3年間の名誉毀損罪での起訴件数は2021年に244件、2022年に236件、2023年に278件です。以上です。以上、午前中に頂戴いたしましたご質問に対して私どもの回答でございました。以上です。Gracias a la distinguida delegación por la información que se ha ofrecido.情報ありがとうございました。フォローアップの質問があります。フォローアップの質問の後、12条13条の方たちに発言していただきますけれども、デシルバさん2分でどうぞ。議長どうもありがとうございました。それから代表団の皆様、非常に明確に回答いただきましたことを御礼申し上げます。間接差別に関して、均等法によりまして、これが改正をされまして、間接差別というのが移動ができるかどうかというものだけ条件として見直されたということですけれども、ただ、間接差別のカテゴリーが今増えてきております。これは法律の中で世界中でいろいろと、例えば妊娠であるとか子育てをしているであるとか、もしくは都市と地方、年齢などいろいろそういった間接差別の対象が世界的には広がっていますけれども、日本におきましても法整備の見直しをするということを考えられるんでしょうか。単に移動ができるかできないかというだけではなくて、他のものも間接差別として認めていくというような形でカテゴリーを拡大する考え方はあるでしょうか。2点目、セクハラ防止法ですけれども、非常に興味深くセクハラ防止法について読みました。新しいフレーズも含まれておりまして、パワーハラスメントというものが言及されていました。特に2019年の法律におきまして非常に重要だと考えております。これはパワーとかコントロールがハラスメントにつながるということで、パワーハラスメントを認識するということは非常に重要だと思います。そして新しい用語が使われているのもいいことだと思います。しかしながら皆様に思い出していただきたいのは、このジェンダー平等の代表が職場でされているということが最も強力なセクハラに対するワクチンとなり得ます。アンコンシャスバイアスの話が何度か出ております。それと同時に、構造的な差別についても対応していく必要があります。というのも、こういったインフォーマルな規制によりまして、 53% の日本人の女性労働者は非正規雇用ということになっております。 59% しか賃金も男性と比べてもらっていません。したがってこれは構造的な差別であるということが言えると思います。したがってより多くのアンコンシャスバイアスのトレーニングが必要です。ということで、ジェンダーペイギャップのレポートの要件についても見直しておられます。これによって、例えばレポートをするのはより小さな企業も報告しなければいけないというような形で拡大をしておられます。アンコンシャスバイアスのトレーニングの中にはロールモデルを含める、例えば職人であるとか、初めての女性の IBM のエンジニアであるとか、つまりガラスの天井を突き破ったような技術界の女性たちを取り上げていくことが重要だと思います。また最後に大阪大学におきまして、次万博が大阪であります、
で、テーマとしては未来をデザインするということになっていて、これはまさに皆様が仕事の未来というのは女性に担われるんだということを披露する機会となると思うんですが、いかがでしょうか。Señora de Silva tiene ahora la palabra。どうもありがとうございました、デシルバ委員。それではベルマさん、お願いします。どうもありがとうございます。私も代表団に対して御礼申し上げたいと思います。お答えくださいましてどうもありがとうございました。いくつかポイントについて申し上げたいと思います。まず一つ目については、男子も女子も学校において協力することを学ばなければいけないということ、こういった答えをいただきましたけれども、ご質問したい内容といたしましては、現在ペースが非常に遅いと、つまりその、男子校とか女子校というのがエリート校として引き続きあるということ、別学ですねがあるということ、これによってある意味男女の違いというものが高級化されてしまっているということが言えると思います。役割も固定されます。したがって別学の廃止ということにつきましては、どういった考え方、どういった時間軸で考えておられるかということについてご説明いただけますでしょうか。それから2点目として、全体的にいろいろと人員ですとか施設、それから結果にも関することですけれども、医療の問題についても申し上げたいと思います。確かに委員会を立ち上げておられます。しかしながら、この中核的な問題としてお答えいただきたいのは、その入学ができなかった人たち、こういった実践のために入れなかった人たちについてですが、影響を受けた人たちは結局どういった対応がなされたんでしょうか。これは包摂性の問題でもあると思います。包摂性インクルーシビティを見る中で、障害であるとかマイノリティ関係、部落等々いろいろとありますけれども、識字率が低くなっています。そういった点について何か対策を取られているでしょうか。また包括的な性教育についてどういった形でネガティブなコメントに対応をしているんでしょうか。つまり権威がある人たちがそういった発言をすることによって対策が損なわれるということについて何か措置はあるんでしょうか。どうもありがとうございました。それでは皆様にお伝えしたいのは、ランチブレイクの前に国の報告者がいくつかフォローアップ質問をしております。 WPS について質問をさせていただきました。これらのフォローアップ質問については具体的な回答がなかったように感じたんですけれども、何か情報を提供していただくことはできるでしょうか。 WPS 関係で。それでは代表団どうぞ。議長、今WPS についての回答についてご指摘ありましたけれども、私どもとして先ほど外務省より お答え申し上げたつもりでございますが、もし再度ということであればもう一度、でも時間が貴重なものですから、私どもとしては先ほど外務省から WPS についてお答え申し上げたと認識しております。よろしいですか。もう一度お願いします。もう一度もう大丈夫です。引き続きまして回答させていただきます。間接差別につきましてご質問ありましたので、厚生労働省よりお答えをいたします。さらなる対象の拡大ということにつきましては、間接差別として違法となる範囲について、社会的合意の形成状況等も踏まえまして、今後必要に応じて検討していきたいと考えております。以上です。引き続きまして、仕事の場でのアンコンシャスバイアスにつきまして、厚生労働省よりお答えをいたします。委員ご指摘のとおり、我が国には依然として性別役割分担意識やアンコンシャスバイアスが存在するというふうに認識をしているところでございます。こうした意識やバイアスの是正に向けて、女性労働者や管理職を含む男性労働者、
企業経営者などを対象とするセミナーを開催をしているところです。以上です。で、男女別学について文科省よりお答えいたします。男女別学につきましては、特に高校において、多くあるところでございますけれども、どのような生徒を入学させるかについては、各学校の設置者である都道府県教育委員会や学校法人において適切に判断されるべきものであるため、国における男女別学の廃止に向けた議論や計画はありません。あらゆる分野において男女平等教育を推進することは重要であると考えておりますが、このことは男女の別学を一律に否定するものではないと考えております。過去の学校において男女共学とするか男女別学とするかにつきましては、学校の特色、歴史的経緯などに応じて設置者である都道府県教育委員会や学校法人において適切に判断されるべきものと考えております。以上です。引き続きまして、包括的性教育について文部科学省よりお答えをいたします。学校における性に関する指導については発達段階を踏まえつつ、児童生徒が性に関して正しく理解し適切な行動が取れるよう取り組むことが必要であると考えております。このため各学校においては学習指導要領を踏まえ児童生徒の発達段階、具体的には例えば処刑、性通、異性への関心の高まりや性衝動など、思春期の心と体の発育発達、受精、妊娠、出産と、それに伴う健康課題、家族計画の意義や人工妊娠中絶の心身への影響、エイズ及び性感染症とその予防、異性の尊重、性情報への適切な対処や行動の選択など、身体的側面のみならず、さまざまな観点から学習が行われております。文部科学省としましては、各学校において集団指導に加え、個々の生徒の状況などに応じた個別指導が行われるよう、学習指導要領の趣旨の周知に努めているところでございます。各学校の指導にあたっては、関係省庁と連携し、教育委員会と保健部局との連携協力により産婦人科医や助産師などを活用するなどの取り組みが充実されるよう努めているところでございます。以上でございます。万博についてのコメントをいただきました。2025年大阪・関西万博は SDGs 達成に貢献する万博を目指しております。その中でも女性活躍や多様性の実現は重要なテーマでございます。日本や日本の取り組みや日本における女性活躍の状況を広く国内外に発信するとともに、世界における女性活躍の状況を紹介することを目的として出展を考えております。内閣府、経済産業省、博覧会協会が公募により選定された出展参加者と連携協力いたしまして、ウーマンスパビリオンインコラボレーションウィズカルティエを出展する予定でございます。ではこれでこちらの回答を終わらせていただきます。Gracias. Les pido disculpas porque había anunciado que iba a dar la palabra para los artículos. ありがとうございます。12条13条の委員に発言権を与えると言ったのに申し訳ございません。ストーチャポイヤさん、12条どうぞ。保険に対する権利ということで5分でお願いいたします。議長ありがとうございます。心より日本の皆様を歓迎いたします。条約の12条は女性と女子の保険への権利でありまして、それに関する質問です。また秋月ひろこさんの多大なる
貢献について私も称賛したいと思います。まず一般勧告24、これは女性と保険に関してでありまして、それは締約国にとっては12条を解釈し義務を解釈する指針となるツールであります。今日は人工中絶、避妊、そして強制不妊手術についてお話ししたいと思います。2023年に緊急避妊薬の試験的販売をやったなど進捗があったことを認識いたします。緊急避妊薬が販売されていないということで、いつかこの政策は実施されるんでしょうか。そして18歳以下の女性にも保護者なくしてこれは入手可能になるんでしょうか。刑法の221の下で日本において人工中絶は法律上不法となっております。例外はありますけれども、ところがやはり同意が配偶者あるいはパートナーからないとできないというような立て付けになっております。世界で残っている国は11カ国ですし、 G7 では日本しか残っていません。同意を配偶者から求める国ですから、これは拒否権のようなものでありまして、女性の母体に対する自立権を阻害しております。報告書によると独身女性も男性パートナーから同意がないと医師からそういう手術はできないと言われたということです。最低でもこの配偶者の同意をなくすことは検討できないんでしょうか。締約国は、かつての最終見解においてこれは取り上げているということは分かっております。2023年におきまして経口中絶薬が承認されたんですけれども、クリニックの 3% しか提供していないし、手術と同じぐらいの費用がかかるということであります。また家庭でそれを取ることができなくて、医師の前でないと投与できないということ、また国民健康保険におきましては、外科手術も経口中絶薬もカバーしていないということで高くつくということであります。でもそうすると精神的そして身体的な保険がリスクにかかってしまいます。締約国としては女性に対して中絶薬に対するアクセスを改善することを検討する予定はあるんでしょうか。また法的な影響なくして自宅でプライベートなところで投与できるようにすることはないんでしょうか。包括的な性教育について今も質問がありましたけれども、繰り返しになりますが、年齢に適した学校教育として、学習資料要領に入れることはあるんでしょうか。次に、1948年の優生保護法の下で障害者が子を産むことはできなかった強制不妊手術を2万5000人が受けたということで、24年に政府は、これに関して謝罪いたしました。それは称賛に値するし、また、彼らに対して金銭報酬を払ったことは素晴らしいことだと思います。ところが2003年の性同一性障害法はトランスジェンダーの人で性同一性マーカーを変えたい人たちの不妊手術が強要されているということで、23年最高裁は違憲だと判断したそうです。それでは、障害を持つ女性に関してどのようなリプロダクティブ権利が確立されているんでしょうか。また性同一性障害特例法の下で、強制不妊手術を受けた人たちは旧優生保護法の被害者と同じような保障を受ける権利があるんでしょうか。また環境省は9月末までに水会社に対して水道水の有機フッ化化合物について報告する義務を課したということであります。 PFAS、 ペルフロアルカリ、ポリフルロアルカリに関して報告することが要求されていて、妊婦にとって、大きなリスクであります。この報告書に関して進捗があればご報告ください。以上です。Muchas gracias, señora Estote Espolla. Quiero darle ahora la... どうもありがとうございました。それでは、エスタ・エゴ・バミアンさんどうぞ。社会、経済、エンパワーメント13条についての質問どうぞ4分でお願いします。Thank you very much, Madam Chair. I also warmly welcome.
ありがとうございます。私の方からも日本の代表団の皆さん歓迎いたします。そして秋月博子委員、そして林陽子元議長の貢献に感謝をいたします。第5次男女共同参画基本計画、そして年金制度については2020年に改定をされているということでした。ただ日本においては貧困率 15.4% ということで OECD 諸国の中でも最も高い水準です。そしてシングルペアレンツの 50%、 また日本の子どもたちの 16% が貧困線の下で生活をしていると。これは最も豊かな国の中では一番高い水準となっております。でまた多くの女性がパートタイム、そして派遣社員として働いています。そしてその拠出年金比率が賃金の 14.64% ということで、低所得、派遣社員、主には女性でありますけれども、その他に移民、高齢者、家父、そして障害を持つ女性などがきちんとセーフティーネットにアクセスできていないのか、そうなってしまうと貧困に陥ってしまうという状況になります。でこれはさらに 10% の消費税率ということによって複合化しています。より弱い立場にある女性に負の影響が出ています。このような女性の社会経済的エンパワーメントを推進する上での障害というのが未だに残っています。お伺いしたいのは、女性のビジネス機会であったり、ローンへのアクセス、金融信用保証、また高価値のサプライチェーン、そして高額の公共調達の契約などへのアクセス、信用資金に何割の女性がアクセスできているのか、どのような法的また政策措置がなされていて、こういった経済機会におけるジェンダーバイアス、ステレオタイプの予防に取り込まれているのか、またプライベートセクターの民間企業であったり、ビジネスと人権原則をきちんと遵守をしているのか、説明責任をどう果たさせているのか、デューディリジェンスであったり効果的な救済措置を取る、そしてジェンダーに対応した規制の枠組みについて教えてください。事業運営、環境、社会環境調査、投資の要件であったり、技術によって可能になる生産サービスなどにおいてジェンダーに対応した規制の仕組みがあれば教えてください。でまた女性起業家、零細企業、中小企業がこのデジタル経済、 AI、 ロボティクスであったりメタバースに関与できるためにどういった具体的な支援がなされていますか。またICT、e コマース、エネルギー、インフラ、製造業などにおいて、そのデジタルスキルにジェンダーギャップがある、わけなんですけれども、これについてはどのように対応されていますでしょうか。で、また、SDGs の実施、グローバルデジタルコンパクトの実施において、日本としてはどういったジェンダーの検討をされていますでしょうか。でまた社会保障の支出において 22%、 日本の GDP の 22% が社会保障の支出になっています。このうち何割がこの弱い立場にある、また周辺化された女性たちのための目標として設定されているんでしょうか。また受益者、社会保障の受益者の性別ごとのデータがあれば教えてください。年金、医療などが高齢女性であったり、非従来的な雇用にあるもの、パートタイム、家父、障害のある女性、ニート、外国人、またインフォーマルセクターや家族従業者などに対して平等に提供されているのか、また所得税法の第56条において家業従業者に関して性差別的な要素があると、そしてそれによって女性が不利な状況に置かれていると認識をしています。したがって日本として法的また政策面、またシステミックな改革を検討されていますでしょうか。女性の雇用、社会給付であったりに、その女性であるからといって負の影響が出ないようなもの、またすべての個人に対して最低保障年金というものの設立を検討されていますでしょうか。これは ILO の社会保障などのその加減であったりとも即したものとなりますが、でまた非嫡出子を持つ女性へのそういった給付などについてはいかがでしょうか。でまたスポーツ、カルチャー、文化組織などにおいて女性が抱える課題、女性の参画を促すためにどういった戦略を持っていらっしゃるのか、お願いいたします。それでは代表団の方に回答をお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。Well, thank you very much for your questions. Well, first and foremost, in regards to the emergency appeal, MHLW will respond to this question.
今修正いたしました。英語で質問、すみません、回答の部分伝え直しました。すみません、厚労省緊急避妊薬答えられますか。少しお待ちください。お待たせいたしました。緊急避妊薬についてご質問いただきました。こちらの試験販売につきましては、緊急避妊薬をスイッチ OTC 化するためのさまざまな論点、先ほど委員よりご指摘のありました年齢制限の要否でありますとか、またプライバシー確保のあり方、薬剤師による対面販売時の留意点、産婦人科医との連携のあり方につきまして、地域の一部薬局における試験的運用を通じて得た情報を分析し、その課題や対応策を検討するための調査研究事業を実施をしております。でこちらにつきましては、昨年度から実施をしているものでございまして、引き続き情報分析のために情報を集めつつ、さまざまな論点について議論をしているところでございます。以上です。次に中絶について、まあ、パートナーの同意に関するご質問ありました。子ども家庭庁お願いします。はい、人工妊娠中絶につきましては、母体保護法において原則として配偶者の同意が必要とされておりますけれども、配偶者が知れないときや意思を表示することができないとき、また妊娠後に配偶者が亡くなったときは本人の同意だけで足りることとされております。また配偶者が DV 被害を受けているなど、配偶者の同意を得ることが困難な場合は、本人の同意だけで足りる場合に該当するとの解釈を明確化して関係機関に周知を図っているところでございます。この規定につきましては、個人の倫理観や道徳観に深く関わる問題であり、社会の各層で議論を深めることが重要であるというふうに考えております。続きまして、経口中絶薬へのアクセスについて、子ども庁、厚労省よりそれぞれお答えいたします。ですね、まず人工妊娠中絶につきましては、2021年の7月に WHO の安全な人工妊娠中絶に関するガイダンスを関連機関に対して周知をしております。それから委員もご指摘のとおり、2023年4月に経口妊娠中絶薬メフィーゴパックが薬事承認され、国内における運用が開始されております。そして2023年度ですね、子ども家庭科学研究、これは子ども家庭庁が推進をしております妊産婦等に関する科学研究活動の一つですけれども、これにおきまして、経口妊娠中絶薬導入後における人工妊娠中絶の実態調査および適切な情報提供等に関する研究というものを本年3月まで行っておりました。でその中でですね、人工妊娠中絶の方法に関して、経口妊娠中絶薬も含めてこれに関するリーフレットを作成をしているところでございます。で現在この研究の調査結果を踏まえまして、より適切な運用を検討しているところでございます。以上です。続きまして、厚生労働省より経口中絶薬の使用についてお答え申し上げます。経口中絶薬の使用については、本剤の製造販売承認時に発出した通知におきまして、入院可能な有償施設、病院または有償診療所において使用することとするとされております。
先月9月に開催をされました薬事審議会におきまして、子ども家庭庁による調査研究の結果を踏まえて、本剤を使用する医療機関の施設要件および母体管理の場所について議論をされました。結果としまして、特定の条件下で本剤の自宅での母体管理は了承されたものの、無償診療所での使用につきましては、日本産婦人科医会の意見を踏まえて、講習受講や流通管理体制のデジタル化等の体制を整備した上で、改めて検討するとされたところです。引き続き関係団体と連携の上、検討を進めていきたいと考えております。以上です。続きまして、包括的性教育について文部科学省からお答えいたします。包括的性教育についてございますが、性に関する指導に対する価値観は国によって異なっており、我が国においては中央教育審議会の議論を経て策定された、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階に応じて性に関する指導を行うこととしております。以上です。続きまして、障害を持つ女性のリプロダクティブヘルスライツについてでありますけれども、文部科学省からお答えいたします。障害のある児童生徒に対する性に関する指導につきましては、特別支援学校に在籍する students enrolled in 指導に対しては、特別支援学校学習指導要領に基づき指導が行われており、知的障害以外の障害のある児童生徒は基本的に、通常の小中高等学校の学級の児童生徒と同じ内容を指導することとなっております。また、知的障害のある児童生徒につきましては、例えば心身の形態的な発育や特徴に関心を持つことなどの指導を、その障害の状況に応じて適切に指導を行うことを行っております。ご説明以上です。女性起業家、デジタル経済に関しましてお答えいたします。この課題につきましては、今日冒頭で申し上げました、毎年6月に決定しております重点方針の今年本年6月に決定しました重点方針に盛り込んでおります。いろいろな柱ありますんですけれども、女性の所得向上、経済的自立に向けた取り組みの一層の推進という柱の下で、例えば先ほどちょっと申し上げましたけれども、就労に直結するデジタルスキルの習得支援、デジタル分野への就労支援を推進するということとして、女性デジタル人材育成プランの推進ですとか、就労に結びつくことが期待される地域の取り組みを、地域女性活躍推進交付金などで後押しするということを決定しております。また、別の柱、企業等における女性活躍の一層の推進の中で、資金調達が難しいといった課題を抱える女性起業家の支援も盛り込んでいるところでございます。次にデジタルスキルとジェンダーギャップにつきまして、お答えを申し上げます。失礼しました。 SDGs とジェンダーに関しまして外務省からお答えをいたします。はい、SDGs については、ジェンダー平等の実現と、女性女児の能力強化は、すべての目標とターゲットにおける進展において、死活的に重要な貢献をするものであるとされています。この考えを踏まえ、国際社会においては、
各国政府が行うあらゆる取り組みにおいて常にジェンダー平等とジェンダーの視点を確保し、施策に反映していく、ジェンダー主流化が進んでおりまして、この取り組みの一つとしてまさに先ほど述べました通り G7 においても主流化に取り組み、関係閣僚会議においても、ジェンダーを取り上げたということがございます。また日本の SDGs の推進の体制においては、推進円卓会議というものを設けておりまして、本年5月に18回目の会議を開催したところでございますが、この会議の構成員の約半数は女性となっております。またデジタルコンパクトについてですが、これが採択されました、つい先日の、未来サミットサミットオブザフューチャーにおいて、日本は、岸田総理の、スピーチにおきまして人への投資ということを強調しております。女性や子どもユースのエンパワーメントは最重要な課題であるとしつつ、またユニバーサルヘルスカバレッジ、質の高い教育、こうした分野で日本が世界をリードする旨を述べ、ジェンダー分野を牽引する次世代の育成プログラムの立ち上げを発表したところです。日本は国際社会が責任を共有し真の連帯を実現すべき、そしてより未来、より良い未来を実現できるように多国間主義の強化を呼びかけ、国連に対する、日本の揺るぎないコミットメントを、表明した、ばかりでございます。デジタルスキルとジェンダーギャップにつきましてお答えいたします。IT 技術者における女性の割合が約2割と低くなっておりまして、先ほど申し上げましたけれども、女性デジタル人材育成プランのもと、女性デジタル人材育成の加速化に取り組んでおります。このほか、次世代を担う女子、中高生、大学生と対象としまして、プログラミング教育の機会の充実を図っております。本年6月に決めました、女性活躍男女共同参画の重点方針、政策パッケージの中におきましても、今申し上げたプログラミング教育の充実というものを盛り込んだところでございます。次に女性のビジネス機会につきましてお答えをいたします。企業に関してでありますけれども、こちらは融資に関しまして、企業意欲のある女性、若者、また高齢者を対象とした、融資がございます。これは日本政策金融公庫が実施しております。その融資がございます。で、また中小企業庁では就業構造基本調査、統計調査を活用して、女性起業者数ですとか構成比を算出しているところであります。で、先ほど内閣府の交付金のお話をさせていただきましたけれども、関係団体と連携して地方公共団体が行います女性起業家を育成する取り組みを、内閣府が地域女性活躍推進交付金との形で支援をしております。令和5年度でありますが、女性起業家を育成するためのセミナー、また相談窓口の開設、起業後の伴走型支援など全国で19の地方公共団体におきまして、この交付金を活用した女性起業家の育成の取り組みが行われたところでございます。人権のデューディジレンスについてすいません、人権デューディリジェンスについてお答えいたします。
2020年のビジネスと人権に関する行動計画の策定に続きまして、2022年には業種横断的な人権尊重のためのガイドラインを公表いたしました。そこではセミナーの実施やステークホルダーとの対話を含め、ビジネスと人権の普及啓発に取り組んでいるところでございます。今後国内外の動向も踏まえながら、人権デューディリジェンスに関する将来的な法律の策定の可能性も含めまして、関係府省庁間でさらなる政策対応についても検討していきたいと考えております。次に性別の変更につきまして、法務省よりお答えをいたします。性別の変更に関しまして、旧優生保護法との関係についてご質問がありましたので、その点につきまして回答いたします。性同一性障害特例法の要件に基づく手術と旧優生保護法に基づく手術につきましては、全く別個の要件に基づく、もしくは全く別の制度に基づく制度でございますため、旧優生保護法につきましては、性同一性障害特例法が違憲とされたことにつきましては、関係がないものと考えております。その上で、2023年10月に最高裁判所が違憲の判決をしたことを踏まえまして、法務省としては、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携して、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。以上です。はい、次に社会保障関係のご質問に関しまして、厚生労働省よりお答えをいたします。まず社会保障に関する統計につきまして、年金に関してでございますけれども、平均年金受給額2022年度末現在の数字を申し上げますと、国民年金につきまして、男性58,798円、女性54,426円、基礎年金月額を含む厚生年金については、男性169,560円、女性109,728円となっており、いずれも女性の方が低い値となっております。しかしながら、制度そのものに、年金制度そのものに男女差はほぼなく、働き方による差が出ているものと考えております。また年金制度につきましては、性別を理由に給付をしないといった仕組みもございません。また年金につきまして、最低保障年金制度についてのお尋ねがございました。年金制度は負担と給付が連動し、保険料を納めた実績に基づいて年金が給付されるという考え方を基本とする社会保険方式により成り立っており、日本は国民皆保険方式を取り、長年にわたり現在の制度を運営してきており、最低限度の生活保障を年金が支える新たな制度を導入するということは難しい状況です。こうしたことから、無年金また低年金の女性に対する施策としまして、年金受給資格期間を25年から10年へ短縮する措置、将来給付される年金額が増えるよう、短時間労働者の方々の被用者保険の適用拡大を行っており、引き続きその対象を広げる検討を行っているところです。その上で、高齢女性も含め低所得の高齢者の方々に対し、年金生活者支援給付金の支給や自己負担の上限額の設定などを行っているところです。以上です。政府側からの回答以上でございます。Muchas gracias a la distinguida delegación. Damos ahora la palabra a las colegas. どうもありがとうございました。それでは委員からフォローアップの質問をしていただこうと思います。まず最初に、スターディスポージャーさん、2分間お願いします。
Thank you, Madam Chair, and I thank the delegation. 議長ありがとうございます。そして代表団からの回答にも感謝いたします。簡単なフォローアップの質問です。まずはこの緊急避妊薬のパイロットについてなんですけれども、タイムラインを教えていただけますでしょうか。そして改正、この性同一性障害法の改正は検討されているんでしょうか。その手術を必要としない要件へと変更をするということは考えていらっしゃるのでしょうか。そして3点目、離婚または死亡というのが唯一配偶者からの同意を必要としない要件というのは本当でしょうか。この人工中絶において、これにつきましては締約国に対して前回委員会から出された勧告をぜひ検討されるようお願いいたします。近代的な国家の一つとして、また巨大な経済を有する国の一つとして、私にとって非常に驚くべくことです、このような要件があるのは。そして最後に、この避妊手術についてですが、女性でそのような手術を求める人というのはすでに何名か何人か子どもがいて、そしてさらには配偶者の同意も得なければそういったその手術を受けられないという要件が設けられているというのは本当でしょうか。以上です。Gracias, señora Egobami. Tiene la palabra. どうもありがとうございました。エゴバミヤさん、お願いします。To the delegation for other range of answers. いろいろと、回答いただきまして、どうもありがとうございました。例えば、政府調達においてですが、調達方針というようなものは設けられているんでしょうか。またハイバリューサプライチェーンについても同様です。そして女性起業家に対してのトレーニングによって新たなその門戸が開かれたというのは称賛いたします。で、実際にどのぐらいの女性がそういった信用ローンのその利益を受けているのか、割合で示していただければと思います。で、また金融高校の方でも取り組みがなされているということだったんですが、受益者のうちの何割は女性なのか、そしてどの程度の規模の融資にアクセスをしているんでしょうか。そしてスポーツへの投資、また女性のスポーツリクリエーションへの参画を促進するということにつきましては、代表団の方から回答をいただいてないように思います。そして年金制度につきまして、これまでの取り組みを称賛いたします。ただ日本としましては、貧しい女性、そのグローバルな世界において女性が貧しい国というふうに思っております。国は豊かだけれども女性は貧しい状況に置かれているというふうに感じております。なので ILO の社会的保障の流れにどのように沿ってやっていかれるおつもりでしょうか。Gracias. Devuelvo ahora la...ありがとうございました。それでは代表団にお返しいたします。回答をお願いいたします。はい、緊急避妊薬につきまして、厚生労働省よりお答えいたします。きまして、現時点でタイムラインを、お示しすることは難しい状況ではございますが、本罪に対する要望が非常に大きいというふうに厚生労働省としても承知をしておりまして、引き続き速やかに検討を進めてまいりたいと考えております。以上です。続きまして、中絶手術につきまして、こども家庭庁からご答えいたします。はい、先ほどのご説明とちょっと繰り返しになってしまうかもしれないんですけれども、母体保護法において配偶者の同意が必要と されることの例外とされている場合に、配偶者が知れないときや意思を表示することが。Perdonen que interrumpa. El comité ha tomado nota de lo que la delegación dice en su intervención. No necesitamos que repitan lo mismo, señora. Si puede añadir la especificidad de la respuesta a la cuestión.もう少し具体的な回答をしていただけ
ますか、フォローアップの質問に対して具体的なご回答がいただけましたら非常にありがたいです。はい、ご指摘をありがとうございます。そうですね、配偶者が DV 被害を受けているときなどですね、配偶者の同意を得ることが困難の場合は、やはり同じように本人の同意だけで足りる場合に該当するとの解釈を明確化して関係機関に周知を図っているというところでございます。以上です。少しお待ちください。ちょっと見えない。これ有志実績ですね。失礼しました。社会保障について、厚生労働省からお答えします。ご指摘のとおり、高齢者の相対的貧困率を見てみますと、男性女性で比べた際に女性の方が高くなっているという状況もございます。このため経済的に困窮している方々に対しましては、国の社会保障全体で支援していくとしております。具体的には年間最大6万円の年金生活者支援給付金の支給、介護保険における低所得の方を対象とした補足給付の支給、医療保険・介護保険における低所得の方への保険料軽減措置や、所得に応じた自己負担・利用者負担の上限額の設定などによる経済的な支援を行っているところです。以上です。スポーツの女性参画につきまして文部科学省からお答えいたします。それではスポーツの女性参画の戦略についてご説明いたします。委員から合わせて文化についてもお尋ねがありました と思いますので、合わせてお答えいたします。まずスポーツについてですけども、スポーツが生涯を通じて生活の一部となることで人生や社会が豊かになる、スポーツインライフの理念に賛同する企業、自治体、スポーツ団体のさまざまな主体と連携しまして、性別や年代、個人の関心や適性等に応じたスポーツ実施の機会を提供する取り組み、また女性アスリートの育成支援、またスポーツ界のインテグリティ確保を図るため、スポーツ団体のガバナンス強化の推進などを行っているところでございます。また文化につきましては、2023年度からの5年間の文化芸術政策の基本的な方向性を示す第2期文化芸術推進基本計画を閣議決定しておるところです。回答以上でございます。Gracias. ありがとうございました。それでは先に進みます。最後のパートです。本日の対話の最後のパートです。14条15条16条へと注意を向けてまいりたいと思います。それではまずバンダナ・ラナさんに代わります。彼女の方から14条について質問をしていただきます。4分です。議長ありがとうございました。締約国が食料、農業、地方また家族経営について進捗があることは素晴らしいと思います。女性のアクセスが良くなっていますし、子育てや介護の負担を減らそうとしています。また伝統的なジェンダーの役割についても状況を改善し、また土地の所有という意味で女性の権利を向上させようとしています。もう少し具体的な政策やプログラムについて教えていただけますでしょうか。こういった目標をどうやって達成しようとしているんでしょうか。またこれらの計画の実施状況についての評価はいかがでしょうか。社会保障であるとか支援にしっかりとアクセスできているだけではなく、国民保険制度の下ではしっかりとした
保障を受けることができていません。地方の女性が適切な社会保障を受けられるように、例えば育児休暇や傷病休暇を得られるようにはどのようにして担保しようとしているんでしょうか。それから女性が公的支援、例えば、自動車を持てないであるとか、そういった問題についてどうやって対応をしようとしているんでしょうか。また適切な技能実習生、制度についてですが、移民女性やまたドメスティックワーク、家事に従事している人たちはいろいろな課題があります。例えば賃金であるとか労働環境が悪いということ、それから子育てをしていたり出産をしたりすると差別を受けるということ、今までの技能実習制度については変更がありましたけれども、労働環境について適切にモニタリングをするということについてはどういった措置を取っておられるんでしょうか。また移民労働者をどのようにして守ろうとしているんでしょうか。差別、例えば強制送還でありますとか、妊娠をしたりもしくは家族から孤立させられたり、どういった形で対応をしているんでしょうか。また障害者差別防止法につきまして、そういった法律がありますけれども、ただ女性に対する交差性のあるような差別に対応できていないと思いますが、いかがでしょうか。また医療機関が新しい母親に対する、障害を持っている母親に対する保障ができていないと思いますが、いかがでしょうか。どういった仕組みによって障害のある女性を守ろうとしているのか教えていただけますでしょうか。生殖上のヘルスケアにアクセスできるように、また医療機関の説明責任を果たさせるために、日本はどのような対応を取っておられるでしょうか。あ、これはもう同僚がした質問ですのでパスします。また気候変動ですが、女性が気候変動政策に関わる、防災に関わるということが非常に低くなっています。例えば防災会議におりまして、10.4% しか例えば地方のレベルでは女性ではありません。どういった具体的な措置によって女性の参画を増やそうとしているでしょうか。気候変動に関ける意思決定について、それから海外における義務ですけれども、日本の投資が例えば北アフリカなどの状況について、例えばリソースの採掘などでマイナスの影響を与えていて、特に女性が搾取されている、労働をしているけれどもあまりお金がもらえていないというような採掘業界での問題、マイニング業界での問題がありますけれども、海外におけるそういった投資関係の問題につきまして、何か日本が取られている措置というのはあるんでしょうか。それから他にも海外において日本が、核廃棄物を海に流しているという問題についてどのように考えていられるんでしょうか。これは危険な原発からの廃棄物ですけれども、こういった核汚染についてどのように考えておられるでしょうか。国際的なスタンダード、特に女性の権利を守っていく太平洋島しょ国に対する対応としてはどのようなことを考えておられるでしょうか。以上です。Muchas gracias, señora Rana. どうもありがとうございます、ラナさん。それでは次にゴンザレス・フェレールさんにお願いしたいと思います。15-16条についてお願いします。Gracias, Presidenta. Me uno a mis colegas del comité para agradecer。委員のこれまでの発言と同様ですが、今回の建設的な対話においてハイレベルな代表団で来てくださったことを感謝いたします。こちらにいらっしゃる皆様とさまざまな情報を交換し、新たなことを学んでおります。まず家族関係についてです。また結婚における平等についてです。以前委員会が締約国に対してなした勧告に関連して質問をさせていただきます。まず民法第750条におきましては、結婚に際し夫婦同姓でなければならないという規定がございます。で、その文言自体は性別に中立的なんですが、女性の 94.7% が夫の姓を姓へと変更をします。これは社会的な圧力によるものだと思いますが、これによって女性のアイデンティティ、プロフェッショナルライフ、そして雇用に負の影響が出ています。こういったこの第5次男女共同計画、基本計画の中でその調査がされたということですが、それにはジェンダー視点が含まれていたんでしょうか。また今後日本の家族法を改定し、そして
この結婚の際に姓を選ばなければいけないということではなく、そこに自由を与えるというようなことは考えていないんでしょうか。つまり夫婦別姓制度ということは検討されていないのでしょうか。そして非嫡出身に対する差別についてです。最高裁においてその遺産取得においてはその差別的な政策が破棄されたわけなんですけれども、しかし依然として劣っているという感覚は残っています。この戸籍上の分類が残っているからです。したがって非嫡出子に関してこの差別的なプラクティスを撤廃するということは検討されているんでしょうか。そのような分類を明確に排除するということは検討されていますでしょうか。また結婚と離婚においての世襲的側面についてです。民法においては規定がありますが、それが実践されていないという側面があります。女性に対して不利な状況であると。例えば資産管理であったり、銀行口座へのアクセス、所有権、また離婚協議における公平な財産分与などにおいて女性が不利な状況に置かれています。そして年金であったり金銭的なその報酬につきましても、司法基準が厳格でない、またはかなり制限されているということで、そのような可能性もありません。また政府に関しましても、このような結婚した女性の権利について、その司法関係者にどのような研修を行っているんでしょうか。この内容について周知をするためにどういったトレーニングがなされているのか。そして離婚を求める女性が法的助言を得られるような、どういったプログラムを設けていらっしゃるのか。また裁判所の判断において、そのようなジェンダー視点が盛り込まれるような訓練がされているのか、お願いいたします。そして共同親権についてです。2024年民法改正によって、この共同親権、そして面会の義務化というものが導入されたと承知をしております。しかし女性、子ども、特に家庭内暴力の被害に遭っている女性や子どもにおいて、そのような共同親権が与えられた、または面会の義務化がなされた後、その女性たちの安全を守るためにどのような措置を取られるんでしょうか。また裁判官に対して特別な訓練プログラムはありますでしょうか。共同親権の決定がどういった影響を与えるのか、また家庭内暴力の力学について学ぶような訓練はされているんでしょうか。また今後これに対応するために裁判所の予算を増加する、リソースを増やすという予定はありますでしょうか。そしてシングルマザーで子どもを育てている人たちへの支援について教えてください。また性差別的なステレオタイプ、シングルマザーに関して言われているものなどについて、どのような措置が取られているんでしょうか。そして家族の多様性についてですけれども、同性婚、また事実婚、同性カップルによる事実婚であったり、子どもの、そのアダプションを今後認めることは検討されるんでしょうか。そして憲法第1条において、天皇というのが日本の象徴であり、日本国民を、ユナイトするものであるというふうに記載があります。こちらの法律の宗教面、また文化的文脈についてはすでに締約国から報告がありますが、この女性差別撤廃条約で保障されている平等の原則に基づき、憲法そして並びに条約で求められる男女の平等をぜひ確保するための法改正などについて検討されることをお願いいたします。ありがとうございました。それでは代表団にお返しいたします。申し訳ありません、午前中にご質問のありました選挙供託金につきまして、ご説明をいたします。供託金制度といいますのは、真摯に当選を争う意思のない、いわゆる泡沫候補と呼ばれる人たちが出てくることを防止するためと解されています。また、いわゆる泡沫候補の乱立による選挙公営費用の増大を防ぐと、そういう効果も期待されているということを申し上げさせていただきたいと思います。また午前中にご質問ありました外国人の公務の就任につきましてでありますけれども、これにつきましては、
外国人の公務員への任用につきましては、公権力の行使または公の意識の形成に携わる公務員となるためには日本国籍を必要といたしますが、それ以外の公務員となるためには日本国籍を必要としないという考え方を基本原則としております。この考え方に基づきまして個々の職務内容に照らして任用の可否を判断しているところでございます。次に技能実習生につきまして厚生労働省よりお答えいたします。続きまして技能実習生に対する労働関係法令違反等の事案について定義し技能実習制度に係る事務を行う外国人技能実習機構等が当該事案を把握した場合は関係行政機関に情報提供等を行うとともに必要に応じ外国人技能実習機構が労働基準監督機関と合同検査を実施をしているところです。2022年の実績としては外国人技能実習機構が把握した労働基準監督機関が所管する法令に違反していると疑われる2559件について労働基準監督機関に対して通報を行っているほか41件の合同検査を実施をしております。また技能実習法におきまして技能実習を管理する者等による暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段による技能実習生の意思に反した技能実習の強制や技能実習生等及びその配偶者等との間での支援実習に係る契約の不履行について違約金を定めるまたは損害賠償額を予定する契約をする行為等を禁止する旨規定しており外国人技能実習機構が定期または臨時で実習実施者及び管理団体に対して実地により検査を行うことで当該規定の履行確保を図っています。2022年度の実績としては計 26,659 件の検査を実施しているところです。以上です。次に気候変動防災分野の女性参画について内閣府よりお答えいたします。気候変動の女性参画についてお答えいたします。中央環境審議会では、環境大臣からの諮問に応じて気候変動も含む環境省が行う地球環境の保全に係る重要事項に関し調査審議を行い環境大臣に意見を述べることとしておりますが、この会議においては女性の比率は5割でございます。このように環境省では男女共同参画基本計画における目標を達成するべく委員の改選時には積極的に女性を登用するという取り組みを進めております。以上です。アルプス処理水について外務省よりお答えいたします。はい、外務省よりお答えします。まず放出される水は、核汚染水ではありません。十分に浄化、希釈された後に放出されるものでして人や環境に影響を及ぼすことはありません。 IAEA の包括報告書はアルプス処理水の放出について人及び環境に対し無視できるほどの放射線影響となることが結論として示されています。また日本は6年以上にわたる専門家による評価を踏まえ海洋放出を選択しました。これまでのモニタリングの結果から計画通り安全に進められていることが確認されておりこうした結果については国内外に透明性高く情報発信を行っており国際的にも科学的知見に基づく冷静な対応が広がっていると認識しています。夫婦の法務省より家族に関するご質問にお答えをいたします。お答えいたします。まず夫婦の氏につきまして夫婦同姓氏の関係の規定につきましての問いがありましたのでお答えいたします。選択的夫婦別氏制度の導入については直近の2021年の世論調査の結果を見ても国民の意見が分かれているところであります。選択的夫婦別氏制度を導入するかどうかについては社会全体における家族の在り方にも関わる問題であることから
より幅広い国民の理解を得る必要があると考えております。そのため、政府としてはホームページなどの情報提供を通じて、国民や国会での議論が深まるように取り組んでおります。続きまして、親子交流につきまして回答いたします。民法は親子交流についてこの利益を最も優先して考慮して定められるべきであるとしており、この点は改正法においても変わりません。改正法は安全安心な親子交流を適切に実現するための制度の見直しをしており、この利益を害するような親子交流が増加するとの指摘は当たらないと考えております。続きまして、財産分与についてお答えいたします。民法第768条1項は、協議上の離婚した者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる旨を明確に定めております。また、当事者間に財産分与の協議が整わない場合の家庭裁判所での手続きを明確に定めております。2024年の民法改正により、財産分与の取り決めを促進し、離婚後の夫婦間の財産上の公平を図るため、財産分与を家庭裁判所に請求することができる期間を2年から5年に伸長するとともに、その請求において家庭裁判所が考慮すべき要素を明確化し、婚姻中の財産取得維持に対する寄与の割合を原則2分の1ずつとすることとしております。また2024年の家事事件手続き法及び人事訴訟法の改正により、財産分与に関する家庭裁判所の手続きにおいて、財産情報の開示命令の規定も新設されました。これらの改正は、財産分与の取り決めについて、夫婦間の不均衡を解消し、より適切な形で財産分与を行うことに資するものであると考えております。時間ない。いいですか？あ、最後言っちゃいます。あ、また。あ、それでもいいですね。法務省からは以上です。次に、皇室典範について内閣官房からお答えいたします。はい、我が国の皇室制度も諸外国の王室制度も、それぞれの国の歴史や伝統を背景に国民の支持を得て今日に至っているものでございます。皇室典範に定める我が国の皇位継承のあり方は、国家の基本に関わる事項でございます。女性に対する差別の撤廃を目的とする本条約の趣旨に照らし、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではないということを申し上げて答えといたします。以上です。続きまして、医学部入試につきまして、文部科学省よりお答えいたします。文部科学省としては、不適切な事案に対しては不利益を被った受験生の丁寧な対応を含め、受験生の立場に立って適切に対応するよう大学へ指導しているところであり、文部科学省による調査において不適切な事案を指摘された大学については、不利益を被った受験生などへの対応が個別になされているものと承知しております。以上です。以上で、ご回答を終わらせていただきます。En nombre del comité agradecemos al Estado parte a 委員会を代表いたしまして、締約国にお礼申し上げます。これまでの回答に対して感謝を申し上げます。委員会としましては、キャパシティまたはその欠如についてのコメント、つまり委員会が関連した質問をするのは適当でないと、男女の平等について特に関連した場合に、その
皇位継承に関してのその男女平等というところで委員会として質問をしております。これは日本だけでなく、すべてのそのような差別的な法律がある国に対しては同様の質問をしております。私自身の国スペインもそのうちの一つです。したがってこのトピックというのは直接的に関係のあるもの、制度に関係のあるものだと申し上げたいと思います。したがってこの文脈の中での質問ですし、委員会として適切な質問だというふうに思っております。それでは他に委員の方から質問、フォローアップの質問があればお受けしたいと思います。シルバーさん、お願いします。 My question to 代表団の方々への質問なんですけれども、その婚姻率が低下をしているということについてです。最近の政策を通してこの結婚を推進をしていらっしゃる、そして東京の混雑を解消するということで、地方で結婚をした際には7000ドル近くのその保証が出されるというふうな政策を出されたと承知をしております。これについては委員会としまして同意をしないものです。ただ全般的な質問として、政策立案にいらっしゃる女性は、そもそもいらっしゃったんでしょうか。この政策自体はその後廃止になったと承知をしておりますが、いかなる女性に対する影響を与える政策である場合には、女性によってそのような政策立案がなされるべきだと、女性が主導的なその役割を担うべきだと思っておるのですが、これについてはいかがでしょうか。Gracias, señora González Ferrer. Tiene la palabra por dos. ありがとうございます。コンサーレフェレーさん、お願いします。2分でお願いします。議長、ありがとうございます。まず代表団に対して回答いただきましたことを感謝申し上げます。そして議長と私も同じ意見なんですが、お言葉ながら私どもがしている質問というのは、均等な機会、女性に対してそれら公平な機会があるのかという部分についてです。もう少しご説明をいただきたいと思うのですが、このジェンダー視点ということです。これらの問題についてジェンダー視点、ある意味伝統的ではありますが、女性に対して負の影響を与えています。例えば夫婦同姓制度もそのうちの一つです。日本国民の中でも様々な意見があるというのは承知をしておりますが、私たちが得ている情報によりますと、多くの女性への影響があるということです。職場でのあり方、またプライベートでも多くの影響が出ているということなので、これに対して政府としてどのような対策措置を取っていらっしゃるのか、また今後この点について何らかの決定がされるのかについてもお伺いしたいと思います。またお伺いしたいのは、トレーニング、啓発に関してですが、裁判所、裁判官へのトレーニング、啓発措置についてです。家族法の中で、その何か家族間の対立が起こった時に、経済的な内容、または子どもの親権などについて問題が発生した場合に、適切に対応できるのか、特に暴力を受けている女性などでこのような問題が上がってくることがあります。代表団にお返しする前に、代表団の方から回答をいただく前に、私の方からこの対話に参加をされている方々、オブザーバーとして参加をされている方々にお願いいたします。いかなるデモンストレーションであったり、その発言であったりは、控えていただくようお願いいたします。建設的な対話をするためです。それでは代表団にお返しいたします。はい、先に12条の関係でお答えできていなかったものについてお答えをいたします。PFAS であります。
政府はこの水質の暫定目標を設定いたしまして、暫定目標値を超過した場合には飲料飲むということであります、飲用暴露を防止するなど健康リスクの低減に取り組んできております。国内におきまして、PFOS 等の摂取により生じた個人の健康被害は確認されておりませんが、引き続き暫定目標値の見直しの検討や健康影響等に関する科学的な調査研究など、国民の安心安全の確保に向けた取り組みを進めてまいります。続きまして、裁判官への研修等につきまして、法務省よりお答えいたします。法務省からお答えいたします。裁判官の研修につきまして、先ほど午前中もご回答させていただいたところですが、裁判官の研修を担当する司法研修所においては各種の研修が実施されており、その中でありますと、例えば保護命令事件に関する研究会においては精神科医師が DV 被害者の心理と対応について講演するなどの研修を行っている旨と承知しております。その上で家庭裁判所の体制整備や研修の在り方においては裁判所において適切に検討されるものと承知しておりますが、政府としても適切かつ十分な周知広報に努め、また裁判所の取り組みに協力してまいりたいと考えております。夫婦の姓につきましてお答えをいたします。婚姻により改姓した方が不便さや不利益を感じることのないように旧姓の通称としての使用拡大に向けて取り組んできたところでございます。現在までに例えばマイナンバーカード、パスポート、不動産登記などにおきまして旧姓変更が可能となっております。内閣府のホームページにおきまして各種国家資格免許等における旧姓使用の現状等について公表するなどの周知も図っているところでございます。回答以上でございます。En nombre del comité, volvemos a agradecer a la 委員会を代表して改めて代表団の皆様に感謝したいと思います。情報をご提供くださってどうもありがとうございました。最後のラウンドに関してもご回答ありがとうございます。第9回報告書の審議に関しては以上で終了といたします。簡易報告手続きのもとでご提出いただきました。専門家の皆様、質問コメントありがとうございます。そして日本締約国からも回答そして説明をいただきました。ありがとうございました。代表団団長の方から何か最後お言葉ありましたらどうぞ。 Thank you very much. As we... ありがとうございます。本セッションを締めくくるにあたって日本代表団を代表して、一言申し上げたいと思います。認識されております通り、我々の代表団の団員の一人一人が、真摯に取り組むべく努力してきたところであります。もちろん困難な課題はいくつかありますけれども、我々は、先進先鋭それに取り組んできたと考えております。また我々が実効的に皆様の質問に対して回答した、そしてこの意見交換が有意義であったと皆様が思うことを願います。議長そして参加者の皆様に心より御礼申し上げます。En nombre del comité doy las gracias a la delegación.
委員会に代わりまして、この建設的な対話をしていただいたこと、代表団に対して御礼を申し上げます。この対話を通して、日本国における女性の状況について、より深い洞察を得ることができました。また委員会は締約国を称賛いたします。あらゆる手段を取って、そして委員会からの勧告を実践されようとされていると、これは代表団を通して今後も勧告としてお伝えいたしますが、すべての女性そして女子の利益に資するような勧告となっております。でまた繰り返しになりますが、フォローアップが必要な勧告というものもございます。これは総括所見の最後の部分にいくつか載せるものとなっておりますので、そちらについては特に注目をしていただければと思います。同じパラグラフの中に期限も記載をいたしますので、そちらを確認をいただければと思います。皆様それではどうもありがとうございました。次回の定期報告受けるのを楽しみにしております。この会議は以上で閉会といたします。ありがとうございました。